りしてバカなことやってます。それなんのあれだよ、ジブリの。捨てるところです。すごい長いロープがあって、奥社のあの杉並木があって、これは これ全部あの戸隠神社の御神域です。うん、この岩峰、うん、ね、こういう魚が好きじゃない。お休みどころだ。ちょっと待って、上脱ぐ。私もね最近はトントすごいね。しかしね、これね、これは見事全部岩だよこれ。周り全部岩、怒ったらアウト、止まらない。いやね、いやみんな向こうが綺麗だ。あ、これはまさにね百名山のね、うん、素晴らしいです。雪がいや、いい。カラスがいるんだもん。なんかあんの？あ、ほら。滝の脇に。あ、滝の脇にあった。あれね。滑ったじゃないですか。うんうん。あそこは記憶にあるけどさ。
なんか最後なんかピーク、まだピークが一個あった。このピークを登ります。はい、入れますよ。はい、ストック。あ、大丈夫だよ。うん、最後の鎖場、最後の鎖場であってくれで、あってほしいと願いますと。一不動が間近になってきてるんですけど、雪が残ってます。はあ、うん、ちょっとねこういう道嫌いなんだよね。だからね、こわごわと私が2時半、2時半、小屋到着。誰もいるわけないよ、誰もいるわけない。もう火の匂いがするって。90分だってここから。とりあえずここから雪くだりだったね。確かに90分、1時間半。はい、続けて下ります。牧場90分、松前山もそんな変わんねえんだ。これ2時間30分。ここにいるの氷清水です。あ、うまい、うまい、うん、そんなことやると飲みたくなるじゃん。コップがないのか。あ、ゆめさんじゃん、あの青さんのコップ貸して。はい、取ってください。いいよ。そうそう、なんかここでもないな。うん、あの、はい、もうちょい帯滝で、うん、竹の右側を、結構濡れてるからね。よし、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 はい、お疲れさーん。はい、お疲れ。イエーイ。歩きやすい道の道にしてほしいな。またいつか。
巡り来るから。